皆さん、こんにちは。今回は工藤静香さんに関する歴史の糸をたどっていきましょう。2000年11月23日、木村拓哉さんがスマップの埼玉スーパーアリーナでのコンサート終了後に激婚会見を行いました。相手はもちろん工藤静香さん。当日のスポーツ紙には「キムタクパパに」というスクープ記事が掲載されました。ビッグニュースに加えて20世紀最後の大物カップルになるだろうという読みもあって、現場には200人を超える記者カメラマンが詰めかけたのです。登場した木村拓哉さんは黒ずくめ、緊張の面持ちで口を開き、結婚します、入籍はまだです、近々するつもりですとコメントしました。また工藤静香さんの妊娠は事実です、4ヶ月ですが、詳しいことは本人の口から聞いてください。授かったよと聞き、びっくりしたけど嬉しかったと答えたのです。ただし出来婚については胸中複雑な様子で、順序の話になるとどういうふうに言えばいいのか困ります。できたらできたでいつでもよかったと語りました。もっともこの間の木村拓哉さんは終始仏頂面、本当は自分の声で一番最初に報告したかったとすっぱ抜かれた悔しさをにじませたのです。結婚指輪の用意も式も新居さえ決まっていない段階でのスクープに不機嫌だったのでしょう。木村拓哉さんはおにゃんこ時代から工藤静香さんの熱烈なファンで、デビューする前の中学時代には静香と結婚すると公言していたのだとか。二人の出会いは1998年12月のスマップスマップ、工藤静香さんがゲスト出演して絵に描いたように意気投合、その年の紅白歌合戦の楽屋で木村拓哉さんは工藤静香さんの電話番号を聞き出して急接近、仕事で顔を合わせるようになってからは「静姉」と呼んで慕っていました。年明けから木村拓哉さんは工藤静香さんにどっぷり。4月の工藤静香さんの誕生日にネックレスをプレゼントし、8月には共通の趣味であるサーフィンでたびたび会うようになり、10月頃からレストランや海で目撃されるようになりました。12月には木村拓哉さんが10日間も工藤静香さんの実家に通う姿も撮られたのです。工藤静香さんはかねてから30歳までに結婚して子供を産みたいと語っており、サーフィン仲間で出来婚の先輩でもある酒井紀子さんの助言で産婦人科に通い、タバコを止め着々と準備を進めていました。当時工藤静香さんの妊娠は想定内だったのです。そうして理想の結婚相手は父親よりもかっこいい人と明かしたモデルココミさんに、同級生の彼氏がいることが週刊誌「週刊文春」に報じられ、注目が集まった時期がありました。それは2020年5月3日のこと。週刊文春によれば、ココミさんの彼氏は俳優生田斗真さん似の超イケメンで、学校内で人目を気にすることなく抱き合うなどラブラブぶりを披露していたといい、体育祭では肩を組んで写真を撮影していました。この報道に対して週刊女性のウェブ版は、木村拓哉熱愛発覚のココミの彼氏に長く付き合え9年愛の勧めと題して、木村拓哉さんが過去に10代のラジオリスナーに対してある恋愛アドバイスをしていたことを伝えています。週刊女性によれば、2008年5月放送のラジオ番組内で男性リスナーからの質問を募集し、当時18歳の聖也くんから送られてきた恋愛相談に答えていたそうです。相談内容は「一人の彼女と付き合う」は複数の女性と遊ぶのどちらがいいか悩んでいるというもので、この相談に対して木村拓哉さんは「女の子とは長く付き合え、でもあまり長くつくと嫌われることもあるぞ」と下ネタ交じりの回答をしていたとのこと。
こうした回答をした木村拓哉さんについて、芸能プロダクション関係者は、キムタクはもちろん昔からモテモテです。でも、意外にも交際人数は数えるほどだったといいます。有名なのが彼が18、19歳の頃に出会い、付き合っていた、カオリンです。実に交際期間は9年といいますが、ゴールインは叶わず、破局することに。その後、間もなく工藤静香と出来婚しましたが、彼にとってカオリンは忘れられない女性でしょう。今の幸せと家庭があるのも、あの9年間があったからこそ、そんな自身の経験から、長く付き合えと、助言できるのでは、と、語っています。続けて、自分はカオリンの父親に対して、責任を全うすることができなかった。それだけに娘たちの彼氏に会えることを楽しみに、また期待するところも大きいのではないでしょうか。まあ、木村家の場合は、キムタクの許し、というよりも、静香のお眼鏡にかなうかの方が壁が高そうですが、と、憶測しています。ココミさんは高校時代から俳優、生田斗真さん2の同級生と、交際していたそうで、その彼氏について学校関係者は、家柄も良く、コンクールで様々な賞を手にするなど、音楽家として将来を嘱望されています。ココミさんとは校内でも人目をはばからず抱き合うなどラブラブで、学校近くで一人暮らしをする彼のマンションに入り浸っていた、と、証言しています。しかし、ココミさんが3月に芸能界デビューを果たしてから、状況が一変したといい、2、3ヶ月ほど前に彼は一方的に振られたそうです。ココミさんから、交際をなかったことにしてほしいと言われた、と、食事会の席で友人たちにぼやき、かなり落ち込んだ様子を、見せていました、と、同関係者が明かしています。これについて芸能記者は、工藤静香さんは、自分の仕事をセーブして娘たちに尽くしてきた。だからこそ、デビュー間もない長女の恋愛がスキャンダル化することを、危惧したのでしょう、と、語っています。このように、週刊文春は、ココミさんが芸能界入り後に、彼氏との関係を解消したことを伝えており、破局に至った真相は不明ながら、姉妹にとって、工藤静香さんの言うことは絶対のようなので、逆らえずに、破局となったのかもしれません。そんな工藤静香さんの母親の名前は工藤武子さん。2022年3月の工藤静香さんのインスタで、今年80歳になる母は、もう一種のタイプの小さめデイジーバッグか、このパンジーかでずっと迷っていたので、私がパンジーをプレゼント、と書いていたので、母親は2024年で、82歳になる年齢のようです。工藤静香さんは、よく自分の髪の毛をカットしているそうですが、母親の武子さんも、若い頃は美容師をしていたとのこと。20代の頃に子宮がんを発症し、5年にわたる闘病をしていたのだとか、工藤静香さんはちょうどその頃YOSHIKIさんと交際して、アメリカにいましたが、武子さんの看病のために帰国したといいます。一方、工藤静香さんの父親である工藤環奈々さんは、ヤクザではないか、と囁かれています。ただ、これはデマです。坂井紀子さんの父親が山口組系のヤクザだったという情報と、坂井紀子さんの親友である工藤静香さんの父親の情報が混在してしまっているのでしょう。実際は青森県で津軽という小料理屋を営む板前だったのだとか、母親の武子さんも結婚してからはその小料理屋の手伝いをしていたようですね。工藤静香さんは父親について、情に厚く愛情が底なしに深く、ハンサムでとてもチャーミングな人でした、今でもとても愛されている、と語っていました。しかしそんな父親は2005年に62歳という若さで死去。死因は虚血性心不全。2000年に結婚した木村拓哉さんとの間にはココミさんとコウキさんが生まれていましたが、マスコミに騒がれることを恐れて父環奈々さんに孫の顔をあまり見せてあげられなかったことが今でも心残りだといいます。なお、工藤静香さんが失った家族は父親だけではありません。工藤静香さんは2020年11月11日のインスタグラムで、お仕事の帰りに2つ上の兄に会いに行ってきました。
すでに真っ暗て、桜の墓、落ちる音に待て、ひくしましたよ。一人きりて、お墓に行くことはなかなかないのですか。暗闇て、誰もいないと、こんなにも、心か、解放されてしまうものか、とびっくりするほど、いやいやいや泣きました。幼い頃、お兄ちゃんの後しかついていかない私を、全身全霊て、すべてのものから守ってくれていました。そんな兄か、私の唯一の自慢でした。もう35年も経ちますか。今てもふと兄の背中に、寄りかかりたくなります。思い、愛情は永遠ですね。と、兄へのメッセージを投稿しています。工藤静香さんの兄も、工藤静香さんが15歳の小学生だった1985年に、17歳の若さで亡くなっています。死因は、バイクの事故に巻き込まれた事故死だったと言われています。余談、工藤静香さんには、過去に幾度も、薬物疑惑が向けられた過去があります。最初の薬物疑惑が浮上したのは、自称プロサーファーの高曽雄一さんが覚醒剤取締法違反で逮捕された2009年、高曽雄一さんの元カノと報じられていた工藤静香さんにも疑いの目が向けられたようです。2014年に、今度は久しぶりにテレビに登場した工藤静香さん自身の激痩せぶりや急激な劣化が大きな話題となりました。この工藤静香さんをネタにした劣化画像も出回るようになりますが、一部では薬物使用による影響なのではないかという指摘もあったようです。また2016年の初めにトースポから大物芸能人シャブ夫婦の X と Z が逮捕寸前というスクープが報じられます。トースポによると、この夫婦はどちらかといえば妻の方が薬に精通しているそうで、芸能界に知り合いが多い Z はかつて女優だったが、夫との結婚を機に活動をセーブするようになり、ここ最近でも薬物疑惑が持ち上がっていたといった妻の特徴が伝えられていました。それにより工藤静香さんにも疑いがかかりました。そして夫である木村拓哉さんの所属するスマップ解散説により、薬物疑惑が再度浮上、スマップ解散騒動の元凶とも報じられていた工藤静香さんは、かつてスマップのチーフマネージャーであった飯島さんに抗議していたことや、メリー北川副社長と実婚の間柄であることも明るみとなりました。世間では子供を降ろせと言われたジャニーズ事務所側につく心理がわからない、よっぽどの弱みを握られているのではないかという疑惑も浮上しており、これが薬物のことなのではないかと見られたのでした。今回たどった工藤静香さんに関する歴史の意図はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。